はい、どうも皆さんこんにちは、緑茶でございます。本日はですね、X リーグ2部の下町ゴリアーズさんの練習にお邪魔させてもらってます。後ろの方で練習をしております。今日はね、まあちょっとここからいろいろと撮影してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、改めまして緑茶でございます。グランドインするにあたってチームの感染症対策ガイドラインにのっとる形で緑茶さん自身もね、対応させていただきました。主な対策といたしましては、練習当日の検温、消毒液の持参、マイボトルの持参、一週間の体調チェック、練習以外のマスク着用と、まあこれらがね、定められているわけです。もちろんこれ以外にも様々な対策が講じられていますね、はい、まああくまで主なものだけを今ピックアップさせていただきました。でですね、練習当日の検温は家を出る前に行いました。規定では体温37度以上は練習参加禁止ということでしたので、まあ、36度8分はね、意外とギリでちょっと焦りました、はい、で消毒液はですね、まあおろしたての新しいものを用意しました。その他にもアルコールの除菌シート、こちらもね用意してケアはバッチリというふうにさせていただきました。で、水分補給のマイボトル、まあ、こちらの方はコンビニで購入したスポーツドリンクを用意しました。過去1週間の体調はですね、まあ、ちょっとね、眼精疲労から来る頭痛があったんですけども、まあ、発熱などの体調不良はなしということで、家族も体調不良者はいませんでしたので、まあ、大丈夫でしょうということで撮影に行ったわけでございますね。そして、緑茶さんはカメラマンですので、まあ撮影するわけですよね。まあ練習はしないわけですからグラウンドの中でもね、ずっとマスクをして撮影をしておりました。まあその他にはですね、グラウンドの出入り口、こちらの方にアルコールの消毒液、こちらもね用意されておりましたね。ちょっと使ってみましたけども、まあ動画をね撮影するためにちょっとシュッシュッとやってみましたけどね、はい、まあバッチリ使いましたね、もちろんですねまあこれらのね対策をした上で練習の様子を撮影という形にねさせていただきました。まあリクエストでね、全ポジションの撮影をしてほしいということだったので、一通りね撮影はさせていただきましたが、どうしても一人なのでなかなかね、すべての練習を撮影するというのは厳しい感じではあるんですが、まあ自分がね現役の時にオフェンスラインっていうポジションでしたので、ついついね練習見るのも撮影するのもオフェンスラインの方を見ちゃうということで、オフェンスラインの練習場所にですね、据え置きの動画機材を置いてですね撮影しているという状況から本編の方が始まりますね。本編始まるまで非常に長い時間を使わせていただきましたけども、まあこういったね前提があっての撮影ということをね説明させていただきました。よっしゃ
でしょ。3秒ぐらい。まあでもね。お。うまい。なんだこれはしんどいんだ。音が。似合うな。なるほど。意外と顔ちっちゃいんだな。俺さ、それと同じマスク買ったんだよ。あの、はい、犬なんだけども、はい、全然ちっちゃかったんだけど俺。あれさ、安倍のマスク、全然ちょっと隠れだって。あ、本当に？はい。あ、そうか。俺まだつけてないな。もらったけど、つけてないんだけど。あ、うん。はい、ということでね、今日はちょこっとだけアメフトの練習に参加させていただきました。で、後々ですけども、実際に当たる練習もあるということなので、そちらの方も混ぜていただけるということなので、こうご期待と。ボッコボコにされて終わりですけどもね。 X2 ですからね、 X の2部ですからね、やばいっすよ。まあね、あの、今日見ていただいた通りでかい人いっぱいいますので、ね、はい、もう自分は115キロですけども、もう120とか30とかそういうレベルじゃないですか、ね、150ですからね。やばいっすよ。ね、はい、ということでまたね、こういう感じでやっていきたいと思いますので、ぜひともね、ご期待いただければなと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたね、次の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。